スウェーデン製の現代風のウィンザーチェア左の串に似た背もたれのものがトームバック型右の線形のものはファンバック型ウィンザーチェア型のチョイスウィンザーチェアは17世紀後半よりイギリスで製作され始めた椅子である当初は地方の地主会休民の邸宅や食堂などで主に使用されていたがやがて旅館や オフィスや中流階級の一般家庭にも浸透していき、支持されるようになった。1720年代には、アメリカ合衆国へ渡り、簡素で実用的な椅子として、大流行した。以上が定説となっているが、もともと、イギリスにおいて17世紀頃までジョイナーとターナーによって作られていた必要なまでに、ロクロ加工が施された、スローンチェアというものがあった。 17世紀下半期に、そのターナーが、地方に住み着くようになって、その土地固有の椅子を作り始めた。その一つに、ロンドンの郊外製法の町ハイウィカムを中心に作られるようになっていった椅子がある。それが、ウィンザーチェアと呼ばれるようになり、当初は、ガーデンチェアとして、王公貴族に使われていたが、図書館などに使われるようになり、 やがて庶民の家具として、一般の住宅やオフィス、パブなどに使われるようになっていった。17世紀初頭アメリカに移住していた、英国の商人の遺言書の中にウィンザーチェアが記されていることから、当時すでにウィンザーチェアが存在していたことになるが、アメリカンウィンザーが作り始められたのは1725年以降のこと。ウィンザーチェアは、バナキュラーファニチャーの一つでもあり、つまり、 英国固有の家具であり、自国の木材を使った家具であった。ザバンは40ミリから50ミリ厚みのニレの一枚板で、足や抜きと、アームや背の曲げには、トネリコや、ブナ、1位などが使われ、スティックには、フルーツウッドが使われた。厚いザバンに、足と細長い背棒、背板を直接接合した形状が特徴で、初期は、背もたれが、 コームバック型で、18世紀後半からは、ボーバック型へと変遷している。19世紀に登場した、ローバック型は、学校やオフィスの事務用椅子として幅広く利用が見られ、流行した。英語ウィンザーチェアの語源については、複数の説があり、ジョージ2世がキツネ狩りの際に、民家で見つけた椅子を、自前の職人に作らせたとする説や、ジョージ3世が、 ウィンザー城の王室で使用していたことに由来する、説などがあるが、定かではない。ロンドンの西方、バッキンガムシャーに、チルターンズという地方があり、18世紀頃まで、ブナやアッシュの森に覆われていた。そこのハイウィカムという町を中心に、家具産地が形成されていくが、当時そこで作られた家具をロンドンに運ぶ、交通手段としてテイムズ川が最適であった。その上流、 ウィンザー城の方から運ばれてくる椅子を見て、当時の豪華な張り物の家具に比べて安っぽく見えたため、区別してウィンザーの方から来るウィンザーチェアと呼んだというのが一般的である。日本では1951年頃から長野県松本市の木材業者で木工家の池田三四郎によって作られ始め、以来長野県は日本における ウィンザーチェアの代表的産地となって現在に至る。そもそも長野県松本地方が木製品の名産地となったのは松本城の築城の際に日本全国から腕の立つ職人が集められたことに始まっており江戸時代後期には和家具の生産が盛んになり明治大正時代には日本有数の家具産地へと発展した。 第二次世界大戦後の復興期になると洋風家具の生産で名を馳せることになりその出発点がウィンザーチェアの生産であった池田は本物の椅子を作るには英国の庶民に長く愛され洗練されてきた歴史を持つウィンザーチェアに学ぶことが一番の近道と考え戦後の混乱期にあって失職していた若具職人を集め彼らと共に研究を重ねたという 当初、若具職人は、蒸気で木を大きく曲げる西洋の木工技術を身に、付けていなかったために背もたれの部分を再現できず、日本伝統の木工技術である差し物を使った、継ぎ木方式でなんとか、形にしていたが、数年後には技術を習得し、生産、販売にこぎつけたという。なお、長野県産は、山桜の一種である、水目桜を溶剤としている。 ありがとうございます。